バイク DIY メンテ用品レビュー、ヤマルーブ PEA カーボンクリーナー、エンジンが綺麗になるのか 600km 実装テスト。エンジン内部にはカーボンスラッジが堆積し、性能に悪影響を及ぼすことがあります。これを解消するためにガソリン添加型のカーボンクリーナーが役立ちます。ヤマルーブ PEA カーボンクリーナーの効果を検証するため、エンジンの中身を確認しながら実験。今回は走行距離 23,000km の WR250R を使用しました。タンク容量5リットルごとに 15cc のクリーナーを添加し、1タンクで合計 33cc を投与。その後 300km と 600km 走行後にエンジンをチェックしました。 PEA はカーボンやオイル汚れを溶解する効果があり、多くの製品に採用されています。ヤマルーブの PEA カーボンクリーナーもその効果を発揮しました。テスト車両の WR250R はインジェクションかつ高回転高視出力型であり、テスト開始時には極端なカーボン堆積は見られませんでした。 300km と 600km 走行後のエンジン内部を比較すると、吸気バルブ周辺やピストントップのカーボンが明らかに減少しました。これはクリーナーの洗浄効果によるものです。特に通常は硬化するカーボンが軟化し、ウエスで簡単に拭き取れる程度まで改善されました。効果の高さを実感できました。ヤマルーブのカーボンクリーナーはインジェクターのカーボン堆積物を除去する能力もあります。これにより燃焼効率の向上が期待できます。クリーナーはエンジンパフォーマンス低下やトラブルを未然に防ぐ効果あり、パワーアップ系の添加剤とは異なり派手さはありませんが、定期的に使用することを推奨します。テスト結果からヤマルーブ PEA カーボンクリーナーは効果的なクリーニング性能を持ち、エンジンのコンディションを維持するのに有用であると分かりました。エンジンの性能を保つために定期的にカーボンクリーナーを使用することで、長期間にわたって安定した走行が期待できます。